リエかなえがお送りするハ「するハーミットタイムにようこそ」では皆さんから寄せられたお悩みに対する自分なりの答えを導き出すサポートをさせていただきつつ「リエの話も聞いてくれよ」というギブアンドテイク番組となっております。お楽しみください 皆様いらっしゃいませ。ハーミットタイムにようこそにようこそりーです。はー、ちょっと毎日ね、暑すぎるんで、私は割とぐったりしているんですけども、ちょっとね、困ってることがありまして、私、あの、アイスがね、好きなんですよ。アイスクリームとかさ、好きなんですけど、<laughs> 最近、えー、年々食えなくなってきている問題がねあるんですよね。暑いからさ、冷たいものを食べたいのに、 受け付けないっていう <laughs>。そもそもあの、冷たいものを体に入れるのは良くない説もあるんで、まあ、体のためにはいいのかしらねとは思うんだけども、私あのね、夏になると、どうしてもね、スイカバーが食いたいんですよ。スイカバー昔から好きでね、もう夏になったらスイカバーを食べるっていうのも儀式のように <laughs>、毎年やっているんですけど、 いやー、箱で売ってるやつならまだしもコンビニね袋に入って売ってるやつ一本だけ。あれはサイズが大きいんですよね。いやー、子供の頃とかさ、ピーンの頃とかさ、うひーっつって、なんか袋の方がでかくて良いぜって思ってさ、もりもりバリバリ食べてたんだけど、今じゃちょっと考えられないみたいなもう5口ぐらいでいいんですけど、みたいな。もうさ、アイス一人で食えなくなってきて。 ちょっと切ないですね。歳だなと思うんだけど。あの、すぐ寒くなるっていう。<laughs> いやー、私ね、あれ、いつまでやってたかな。20代前半までは余裕でやってたんですけど、氷をね、食べるタイプだったんですよ。バリバリ、ボリボリ。飲み物に入っている氷。バーに行ったらさ、なんかカクテル、 なんかロングカクテルとか飲んだらさいい感じで溶けた氷を口の中でボリボリ食べるみたいな何食ってんのってよく言われるぐらい何かと氷食ってたしであんまり私が家でも氷食べるもんだから「ばあちゃんがおやつだぞ」っつってコップに氷ぎっしり詰めて持ってきてくれたりしてたんだけど。 いや、もう今とても無理ですね。うん、もう歯が近くか過敏気味になっているというのもあるから。<laughs> あんまり調子乗って冷えたものを、まず歯で噛むのがちょっと辛いのもあるんだけど喋ってて、喋ってて悲しくなるけど。いや、腹を冷やすのはね、ちょっともう無理なんですよね。まあ女子は特にさ、あの、腹冷やすの良くないとは言うけど、 暑いが勝ってたから、ね、もうバリバリ食ってたんだけどもう今無理ですねで私があんまり氷食ってるもんだからなんか20代前半ぐらいの時に「いいちゃんそれ漂着症っていうのよ」って言われてなんか氷食べる症状で漂食症っていうのはなんかちゃんとあるらしくて原因はね鉄分不足 <laughs> らしいんですよ <laughs> いやね鉄はね慢性的に不足してるんですよね私ね なんか何やっても鉄分が不足するのだがみたいな <laughs> どうすればみたいな感じなんだけど、えー、なんでねあの一人でアイスを食べ,れ食べられないくなってしまっているので食べるんだったらなんかあったかいものを先に飲まないとちょっと無理みたいな <laughs> ハーゲンダッツぐらいでなんかちょうどいいっていくハーゲンダッツも半分ぐらいにしといた方が多分お腹のためにはベストなんだろうなぐらいちょっと弱くなってしまったんで。 えー、ちょっと悲しいなっていう話なんですけど今日はですねあのー、ちょっと宇宙人の考察をちょっとしたいっていうかちょっと今日は変な話するんですけど、えー、とはいってもね私の調べが浅いんでね大したこと言えないんだけどもあの私、ー、常々思っていることがあるんですけど地球のさ地表と 水の割合ってあるじゃないですか水が70%地球を覆っているみたいなねで人間の体の水分量もだいたい60から70%って言われているじゃないですかあれがねどうしても偶然と思えないわけですよ要するにその惑星に住む生き物はその惑星と同じような構造を 思つことでででそのの惑星で生きられるのではないかななみたいななんかそんなことをちょっと思ったりしてで地球のさあの構造もさあの核の方がねやっぱ鉄分鉄分っていうか鉄とかニッケルとか金属らしいんですよね人間もさ体の中は血がわんさかあるけど血も大体鉄分の人たちみたいな感じじゃん <laughs> 言い方雑だけどまあだから 大体合ってるみたいな。なんかそういう説が私の中であって。つまり、他の惑星に宇宙人がいると仮定したならば、それぞれの惑星の成分とか特徴に沿った体を持っているのではないか説。うん、まあこれず、なんか詳しく見ていくとちょっともう科学すぎて難しくなってくるんでね、わかんない。 ですけど太陽系、えー、水金地位下まで地球型惑星って言われててだいたいその核が核がね金属金属の核を持ってるみたいなのが共通でで外側は疑的な外 <laughs> 固めの外角ついてるみたいな感じらしいですねで外側の木六点海おまけで目あたりとかはなんかもう 木星星型惑星って言てて言らしくて核に岩石を持っててであとは周りをガスで囲っているとかなんか大体そういう作りらしいんでだから外側の惑星になるとさなんか体の内側に意思的なものがあったり流れたりしててそれをガスで囲っているのかとかさでなんか天王星海王星ぐらいになってくるともうなんかむしろ氷も。 その核を囲ってますよってなると、なんか、効率的な成分も体にあるのかなって思ったりとかさ、したりするわけですよ。だから、なんか、人間ってさ、あの、宇宙人いるのかなと思った時に、どうしてもあの、いわゆるグレイみたいな、人型の感じを想像するけど、それは地球だからこそ、人型、人間みたいな形や成分が、 適切なわけで、他の惑星になると、多分全然違う成分とか形とか重さとかさ、そういうのが適切なはずとなると、人間みたいな形を他の惑星に行って探しても、まあ見つからないんじゃないかなってちょっと思ったりする。 だけどまあでもさ地球はもうほんと結構特殊な惑星らしくてさまず水がこの地表を占めているみたいなか水がそのままあるっていうのがまず珍しいみたいだからでそのなんかさ大気圏とかオゾン層とかかあるじゃんだから隕石が飛んできたとしても大体ガードできるみたいなそういう環境あるからこそ地表に生き物が住めるわけであって。 他の惑星はそういう環境はないってことは宇宙人いるとしたら地底にいるのかなみたいな。でも地底にいるってことはまた表層の環境とは関係なく内側の環境に適応できるような生命体みたいなのがいるのかなみたいな。なんか地球にも地底人いる説あるけど、じゃあ地球に住んでる地底人は金属ボディなのかとかさ、なんかいろいろ。 <laughs> えー、そういうのを考えると楽しくてね妄想しているんですが、まあ、ただ結構 Google 先生に聞くだけでもさ結構いろんな専門的な幻想記号とかさなんかもうなんか理系の人お願いだから解説してみたいな情報ばっかり出てくるんで、ね、あんまり私も詰めた想像や妄想には至っていないんだけどもなんかそういうことをね考えたりしています。<laughs> もし太陽に生命体がいたら すげえ光ってんだろうなとかさもう <laughs> その程度なんですけどなんかね宇宙人いるだろうなっていう手でいろいろ考えると楽しいなっていう話です <laughs> 皆さんはどんな宇宙人がいると思いますか <laughs> えじゃあ今日の1曲目行こうかなもう私的に宇宙人代表代表スターちなみに私が宇宙人っていう時はあの褒め言葉なんですけど えー、地球に住んでる宇宙人代表スター、えー、ガガ様。<laughs> ガガ様メインブラックのさ、3番目かなんかでさ、ガガ様がなんかスクリーンにちょいでしてるね。<laughs> 宇宙人役で。<laughs> ですよねと思いながら見るんだけど。やっぱガガ様は宇宙人だろうということでね、ガガ様がガガ様の <laughs> 曲を一発今日は流したいと思います。それではレディー・ガガでヴィーナス。 はい。それでは本日のお便り行こうと思います。えっ、ー、と、だいぶ前にですね、私がに、自分で勝手に、えー、作った2022年ベストアニメ、ベスト5みたいな、なんかそんなエピソードを出したんですけど、えー、それからほどなくしていただいた、えー、お便りなのですが、えー、ハンミットネームブルーバードさん、ありがとうございます。えー、本当にリエさんと好きなアニメが似てるわら。笑 私は進撃の巨人を最近アニメ一気,一気に見ました。納得の1位です。えー、私はりえさんの平和への思いをもっと聞きたいです。えー、リーディングの時に話しされていましたが、平和を考える機会があると嬉しいです。えー、あと、最後におすすめのアニメを一つ、えー。こちらご飯食べている時にはおすすめできませんが、メイドインアビス。話が進むにつれグロくてかっこわら。<laughs> 私は苦手ではあるのですが、内容は面白くて謎も多く、続きが気になって見るのをやめられませんでした、えー。時間があればぜひ。お宅の話も少し重たい話も楽しみにしています。長文失礼しました。ということで、ありがとうございます。あのね、メイドインアビスね、見たんですよ。つい最近。最近、あの、ずっと脳みそ省エネモードに入っているので、あの、アニメしかね、見ていないですけど <laughs> あ。もっと元気な時やったらドラマとかさ、英語のドラマとか。 映画とか見るんですけどずっと最近アニメを見てるってあの見るものがあまなくなってきてしまってメイドインアビスはねあのまたね絵が可愛い系だから食わず嫌いで見てなかったパターンなんですけどある日見るもんねえなあと思って配信のサイトでさこうピコピコ操作してたらメイドインアビスのね、えー、とサムネがねまたピュッて出てきたわけですよ。 何回も見て何回も飛ばしてたんだけど、ある日、メイドインアビスのサムネを見たときに、あれと。夢の中で見たぞ、と。ついに、メイドインアビスを見なければならない時が来たな。<laughs> って、夢の中で思う、思ったなっていうのその時思い出して、<laughs> なんかどういうデジャブと思いながらな。 で、諦めてねメイドインアビスを見始めたんですけど、なかなかね、面白かったです。うん、絵が可愛いんだけど、あの、ブルーバードさんがおっしゃる通り、グロくて、ね <laughs> で。物語としては、なんかその、筒状の地形があると。地下に伸びる筒みたいな。で、そこには、普通のその辺にないような物質とかアイテムがたくさんあって、 その淡掘家みたいな人間たちがそこその土地に集まってきてその筒の上のところにさあの地表にちょっと出てる部分に集まってなんか結局居ついて村というか町ができてみたいな,なんかそういう不思議な設定なんですけど。 で、タンクスカーがさ、潜りに行くんだけど、どんどん潜るはいいけど、帰ってくるときに、その高低差があればあるほど副作用がすげえみたいな、なんかそういう設定がなるんですよね。ちょっと浅いとこから帰ると、ちょっとめまいとか頭痛とかあったり、もうちょっと深く言うとちょっと吐いちゃったりとか、倒れたりとか、もっと深く行くと穴という穴から血が出るとか、<laughs> もっと深いところへ行って帰ってこようとすると、もうなんか人間じゃない、 ののものになってしまうととかか最悪死ぬとかなんかそういう設定がねあるんですよ。で探索の人たちはなんかレベルによってあの色は違う笛を持たされてて見習いが赤だったかな赤笛とか。でどんどん黒糸になってくると黒笛とかさ一番黒と多分体質的にもそういう副作用に耐えられたり もしくは、そういう副作用に耐えられる術を見いだした人たちみたいなのが、白笛って言われてて、で、その主人公の女の子がいるんだけど、もう興味、好奇心旺盛な子で、おかんが白,白笛だったんだけど、今、行方不明になってて、で、おかんを追っかけてね、その、そのアビスっていうの、その穴が、アビスの底の方に行ってみたいっつって、まだ赤笛のくせに、白笛に憧れる女の子 をを探してアビスの底まで旅をするみたいな、なんかそういう話でね。なかなか面白かったです。えー、ま、だ続いてんだけど、シーズン1と、その次映画があって、その次シーズン2なんだけど、シーズン2はちょっとなんか、うーん、まあ好みではなかったんだけど、なかなかグローリシーも、まあ、あるんだけど、まあ続きが楽しみだ、アニメうん、おすすめしていただきありがとうございます。えー、っとね、 平和ね、平和への思い。あのー、私、このリクエストがすごく好きで、本当にありがとうございますと思いながら、温めてたんですけど、ある時ねそう、平和を話題に人と話をしてる時に、それは洗脳なのではないかってことを言われたっきり、自信がなくなっちゃって、なかなかね、このお便りへの返答はできなかったんだけど、えー、知るかと。<laughs> 知るかと思い直してね、ちょっと喋ろうと思うんですけど、要するにせんせんって何かつとせん教育ね。あの私長崎で育ったんですよ。生まれが違うんだけども、で長崎広島出身の方々は多分わかっていただけると思うんだけど、毎年ね夏休み登校日っていうのがねあるんですよ。2回あるんだよ。でそのそこがどの2日間だったか正直今はうろ覚えなんだけど。 広島、長崎にそれぞれ原幕が落ちた6日、9日、8月6日と9日だったか、それとも長崎に原幕が落ちた日と終戦の15日だったか、ちょっと忘れちゃったんだけど、2日もね、あまり日にちに間を空けずね、一番クソ暑い時にね、学校に行かなければいけないんだ、ね で行ったら行ったで、体育館に閉じ込められてさ、なんか怖い映像とか見させられるみたいな。<laughs> もう苦行みたいなのね、毎年やるんですよ。その原爆コンビはね。で、まあ、戦争はこんなに辛いんですよと。いけないことなんですよと。戦争しないように。平和に生きようぜみたいなことをね。まあ、語り部さんとか呼んでさ、でそ資料とか見たりとかさ。 そういうのねやるわけですよ。で、大体社会科金額とか修学旅行っていうと、えー、ほぼほぼ確実にその戦争に関連したどこに行かされるわけなんですよね。うん私中学生の頃はあの鹿児島のチランにね行きまして、チランってあの特攻隊でねあの有有名地って変かもしれんけどな場所なんですけどねあの。 自分たちと対して年も変わらん若い男の子たちが片道の燃料だけ飛行機に積んで相手の戦艦に突っ込む係をやらされたみたいな、ね。で、そういう資料感がねあるんですよ。正直内容はあまり覚えてないんだけど、その若い軍に入ってる男の子、軍って言えばいいのかなで、男の子たちの集合写真とかさ。で、今から 飛んできます。行ってきますっていう母への手紙とかさ。うーん、確か、その、母親とか、女兄弟の人たちが、そういう男の子たちのために作った縫い物みたいな、なんかそんなのもあったような気がするんだけど、なかなかショッキングなも <laughs> のを、で、なんか見せられるんですよねで。で、戦争やめよう、平和がいいよね、みたいな。 まあそういういのをやらされるんですけ私大学がね東京だったから18位って上京したんですけどで真っ先に友達になったのは広島出身の子でさ原爆コンビだっつって,ってブラックジョークを飛ばしたりしてたんだけどよくよくね周りに聞くといやそんな夏休みの平和集会とかやってないって言われた時にものすごくショックでえみたいな。 要温度差がねあるんですよね。その長崎、広島に原爆落ちちゃってのみんな知ってるけど、だから、その原爆落ちるとさ、もちろん落とされた場所はなんか爆破とかさ、火事とかさ、そういう被害もあるけど、放射能の被害もあるわけじゃん。そこの中心地からわーって広、もっと広く広がる、そういう目に見えない、 もがが広っっってさ受けけけるる被害ととかもあるわけで何を言おうと思ったんだっけ <laughs> みんなそれは一応他家の人も知ってるし認識はしてるけど別に毎年だからといってその平和集会とかしてないって聞いてちょっとショックでねそう温度差がちょっと問題あるような気がするんだよな、まあ、最近のことで言うとあのー、2011年のさ東北の震災 あの、おかんとか、私のおかんとかさ、まあ、九州に住んでんだけど、結構人事だったんだよ。<laughs> いや、九州の人間みんなが人事だとは言わないけど、うんなやっぱり、九州と東北遠いからさ、で、揺れも九州までは届かなかったし、一応ニュースでは見るけど、あ、揺れたのか、みたいな。 も出たのかってわかるけどあんまりその地震怖かったなとかそういう思いがないからなんか割と風化しちゃってるのかな私も震災の時はまだ東京にいたけど結構揺れたからなんかちょっとひと事とは思えないっていうかさまあとはいえやっぱり現地で経験してしまった人たちとか被災した人たちと比べるとうん ななんだろうな今となってはそれに対する熱量っていうのはまあ低めかなと思うから正直こういうこと言うのはあれなんだけどもまあだから未だにさ未だにって言い方がもうよくないと思うんだけど、まあ、例えば東北出身の芸人さんとかさ芸人さんだけじゃないかもしれんけど定期的にそういう被災地に行ったりとかさでなんか盛り上げたりとかさそういうのを。 聞いたり見たりすると、すごいなとか偉いなとか思ったりするんだけど、なんかその温度差みたいなものはやっぱちょっと悲しいなってちょっと思うだな。で、まあそういうのいろいろ語った時にさ、それは洗脳なんじゃないか、洗脳教育なんじゃないか、そのへ戦争ダメだみたいなことがね、そこに関してねってた時に、うーん、どうかなと思ったんだよね。まあそれは洗脳では洗脳なのかもしれないけど、かといってその、 じゃあ原を落ととしたアメリカが悪なんだとかうんそういうことは別に言われなかったしそのなんつうのかな誰々が悪いとかさ奴らのせいだとかさそういう教えがされなかったからなんかそこが私は大事なような気がしてて人のせいにするってちょっと変だけど誰かを恨むとかそういうことは多分多分っていうか やってると、またほら、永遠と続いちゃうから、そこはフラットでいった方がいいような気がするけど、とはいえ、こうするとこうなるっていう結果が出ているわけだから、それはやめた方がいいよね、忘れちゃいけないよねっていうのは、後世に対して言い続けなきゃいけないのではないかなと思うんだよね。まあなんか戦争を従っている政治家とかもいるけど、 お前が行けと思お前が真っ先に子供や孫をじゃあ軍として派遣するんだなっつって「<laughs> とは言ってやりたいけどね <laughs> うんまあだからこう平和戦争って考えるとさ大きいことが大きいように思うけど身近なところからでもそれを応用できるような気がしててさ相手を責めない。 攻めないっていうかなんだろうな。反撃しないとか、恨まないとか、恨みを引き継がないとか、争わないとか、うーん、仕返ししないとか。なんかそういうのは必要な気がするんだよな。要するにやり返したらさ、やり返したらやり返されるみたいなのが続いてるから戦争終わらないわけでみたいな。知らんけど。 だから誰かが大人になって飲み込まなきゃいけないんじゃないかなってちょっと思っているうんまあ難しいけどね人間を争う生き物のようだから今のところでも大人になってくタイプの人間が増えるといいなと思ってはいるけども <laughs> こな感じかな私もまだまだ未熟だからあれですけど うまく言えないけども。こんな感じです。えー、とてもありがたいお便りでした。えー、ということでですね、えー、リクエストがなかったのですが、えー、リクエスト曲のお便りをいただきましたんで、そちらをね、ちょっと読みたいと思います。えー、ハーミットネームカフェラテさん、ありがとうございます。えー、こんばんはいつも応援しています。ありがとうございます。えー、リクエスト曲だけでもいいでしょうか。コードプレイの 何今のイントネーション <laughs>、えー。えコールドプレイのビバラビータ。お願いします。11月に日本来日、ダメトで東京ドームのチケットを応募したら当選しました。おめでとうございます。11月狂ったね。すごいね。大物。えー、この曲を生で聴きたくてライブに行きたいと思った曲です。個人的な内容ですいません。これからも楽しみにしています。いうことで、えー、カフェッテさんありがとうございます。そんなわけでね、リクエストにお答えして、 かけましょうそれではコールドプレイかっこいいよねうーんわ結構好きなんだけどあの前なんかさコールドプレイとビヨンセとあのブルーノ・マーズくんもやったさあのフットボールフットボールでいいのかあのハーフタイムショーがあるじゃんあの動画は定期的に見ますね上がる上がるわ ハーフタイムショーといえば、あの、リアーナちゃんがさ、2月ぐらいにやったんだよね。あの、お腹大きかったんだけど、やっててね、かっこよかったね。いいよね。もうなんか、妊婦にはやらせんな、みたいな。<laughs> なんかいや、そういう風潮があるかどうかわかんないけど、妊婦さんだけど、そういう大舞台でパフォーマンスを女性ができる時代になってきたんだって思ってさ、ちょっと嬉しかったんだよね。 さすがにあのダンスとかさ特に下半身を動かすようなそういうのは省かれてちょっとアレンジされていたとは思うんだけどいいなと思いました <laughs> いやーもっと人間とか地球がいい方向に行くといいですよね <laughs> どういう締め方はい、そんなわけでハーミットタイムにようこそでは引き続き皆様からのお便りお悩み募集いたしております今回のようにリクエスト ののみのお便りでも、OK、でもす、えー、YouTube の民はこちらの動画のコメント欄に、えー、Spotify の民は、えー、こちらのエピソードの Q&A コメント欄までぜひ遠慮なくお寄せください、えー、Spotify の方のコメントは公開されませんので、えー、シャイボーイシャイガールの皆さんはぜひ Spotify の方からコメントを送ってみてくださいね えー、たまにあの YouTube のコミュニティ欄でね、えー、投稿にてお悩み募集している時もあるので、まあ、いろんなね、場所で募集してますんで、えー、それぞれ好きなところから、ぜひコメント、お寄せください。お待ちしております。えー、それではハーニットタイムにようこそボリューム30に以上にしようと思います。えー、今回も最後までお聴きいただきどうもありがとうございます。では次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。